こんにちは、みなみです。こんにちは、みなみです。はい、今日は空港にいます。はい、おはようございます。はい、今日はですね、Vlog TikTok #23 です。今回は初の3姉妹でございます。イエーイ。でですね、今回ダーツがないということで、はいはい、まあ、理由がありまして、ルイカさん4月から中学生で、まあ、部活とかもし入るってなったら Vlog に行くことも難しいと思って、あのダーツではなく、パパが沖縄旅行を用意してくださいました。そうです、パパとママが話し合って、3年生まで行けるのもしかしたらちょっと難しいかなと思ったので、特別にダーツなしの Vlog となっております。はい、ということで今から飛行機乗って、国内線でですね、一番遠くまで行ける場所があるんですけど、まあ、分かる人には分かるかな。はい、そこに向かいます。はい、その名も石垣島です。言っちゃった。イエイ。行ってきます。では向かいます。それではスタート。眩しくて目が開かない。はい、ということで今からレンタカーを借りて、まあ、次のとこに向かうんですけど、でもね、今ねめっちゃ気温が、そう、あったかい、25度あって、まあ晴れてて、そう、めっちゃいい感じ、最高。これでまだ脳みそ起きてないんで、はいはい、はい、今とりあえずホテルに来ました。やばくない？周りがヤシの木、沖縄っぽい感じの葉っぱたちが、危ない危ないいますね。今から写真タイムしていきたいと思います。行きましょう。はい、ということで今からホテルの紹介をしていきたいと思います。まずね、外見からおしゃんで、じゃじゃーん、やばくない？入りましょう。じゃあちょっとまた見ちゃったんですけど、やばい、やっぱりです、やっぱりめちゃくちゃ綺麗で、鍵がもう開いたの。あ、なんかお出迎えしてくれました。廊下がこんな感じです。ここがまず玄関ね。入ったらまずこっちと全身サウナになります。で、ちょっと広くてね、私もまだ理解できないんですけど、こっち、なんだ、寝室じゃーん。なんですけど、ベッド2つに、ドレッサー1つ、ドレッサー、そう、ドレッサー1つ、テレビ、クローゼット、こっちなんと。キッチンと冷蔵庫と全然ちょっとお風呂がありますけど、やばくない？やば。で、次のお部屋行きましょう。じゃーん。ここは何？ここは行かないの？お、トイレです。トイレです。広い。まず廊下が広いんよ。伝わるかな？伝わるですよ。めっちゃ広いのよ。天井も高い。そう、キッチン、こっち。はい、まずここ見て、こっちが多分メインのお風呂だと思うんですけど、わー、鏡もある。わー、テレビがある。くない？そしてドラム式の設備。わお、私たち一泊なんだがって感じよ。今回ここ一泊で、また別のところで一泊するんですよ、沖縄の。で、でまた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 寝室確認確認。ここにもドレスありますね。ほんとだ、もう何人も泊まれるじゃん。はい、行きますよ皆さん。はい、カモンカモン。じゃ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 。こちらがリビングとダイニングです。で、見て、
キッチン。わあ。が、やばくない今日。やばくない。やばいマジ。いろんなところでじゃあお部屋の写真も撮っとく。じゃあ料理場。こっちにも冷蔵庫ある。で、外見て。じゃーん、ここ、外すぐプールがあるんですよ。イエーイ。そう、よくないそれ。ここベランダで、うん、もうすぐプールタンク戻ってこれるし、みたいな。部屋から直で行けるのめっちゃいい。いいね、うん、で、すぐそこにも海です。そう、海がある。はい、ということでこんな感じでした。じゃあ、楽しみたいと思います。ちょっとね、みんなお腹空いてるんですよね、うん、もしかしたらなんか食べに行くかもしれないし、うん、プールかもしれないしっていう感じです。まだ決まってません。はい、なので、まあ、次のシーンお楽しみに。バイバイ。ホテルのレストランに来てお昼ご飯食べます。お腹空いたもんね。そう、リカさんがハンバーグ、こっちは日替わりのラーメン。パパのがシマンチュー定食だったかな。いただきます。待ってた。すごい肉出てきて、うん、絶対美味しいんじゃない。肉汁がすごい。肉汁すごい。いただきます。こんな感じでティラミスと桜アイス、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、こんな感じでね、プールがここにあります。リカどう？あったかいの？めちゃめちゃ熱い。なんだ？なんだすごい。何？ブクブクしてる。温泉？温泉。なんかやってるぞ。はい、一人で泳いでるリカさんです。一生ルイカだけ泳いでます。なんか水着別にみんなで色合わせたわけでもないのにみんな黒だった。結構大体みんな黒だね。はい、じゃあ楽しんでください。今から10回回るから。ごめん、スルーしてた。10回回るから。はい、みんなバイバイ。バイバイ。あ、コーヒー、コーヒー。カビラ湾でガラスボートになります。グラスね。グラスね。ガラス一緒だよ。入ってきます。すげえ。ミニサンダルだから砂入りやすそう。入った。これじゃない？これじゃない？待ちまーす。ここの中から見れる下の魚。うん、
フサンド欲しい欲しい30分ぐらい行ってきましたけど、すっごかったです。なんかいろんなお魚見ると、あとサンゴ、なんか年間1ミリだけ大きくなるみたいな言ってたよね。だからめっちゃ大きかったから、それが500年ぐらい、500歳でやばいね、やばいね、500歳はい、いろいろ知れました。はい、次はそこ展望台、はい、展望台登ります。行きましょう。スイカ、海っていいよね。僕はのんびりしたくなる。おお、いいね。イエーイ、いいね、撮りました。一本編です。はい、写真も撮りましょう。はい、はは、はい、はい、では次の場所に行きます。どうぞー。はい、バイバーイ。はい、今パイの浜町ってところに来たんですけど、ちょっと雨で傘もないので外に出られないんですよ。ちょっとね、もう夕方でもう少しでご飯の時間ということで、一旦ホテルに戻りたいと思います。じゃあホテル戻ります。はい、今ですね、みんなホテル着いて、はい、今からご飯ですけど、全然予約してなくて、いろんなところをパパが探し回ったんだけど、やっと見つけたところ、なんか歌歌ってくれる人とかいるらしい。へー、そうなんだ。行きたいと思います。Let's go。 はい、着きました。着きました。なんかいろいろあるお店に来ました。やばい、やばくない？そう、こんな感じになってる。おもろいね。あとであっちでライブがあるみたいです。はい、楽しみです。楽しみです。待ちまーす。しばらくよ。海ぶどう来ました。毎回食べてない沖縄です。いただきます。ビーカーもずく、もずくのめっちゃうまそう。いいよ。ミシアがあれ。いただきます。うまい。うん、面白い。パパ、ゴーヤの漬物。で食べてきます。私たちの大好きな天ぷらとコロッケ。いただきます。これは肉刺し。うん、おいしい。おいしい。じゃあいっぱい頼める。もう来たよ。おいしそう。めっちゃうまそう、これ。やば。ちょうどいいサイズ。ね、はい。ヤメさん止まりません。なんかちょっと薄切りのお肉入ってるの。めっちゃ食べやすい。意味は普通にもラーメンしか食ってねえよな。ラーメン好きなの。好きな食べ物ラーメンでいい。麺が好き。ほぼ毎回ラーメン。はい、レイカさんマグロ来ました。めちゃくちゃうまそう。本当だ。え、おお、醤油がハート。あ、なるほど。いただきます。わーお、うまそう。そばのこれなんか暗くなってる。あそこのステージで何かが始まるみたいですね。演出がすごい。うん、マグロどう？というか美味しい。絶対うまそうやん。見た目うまそうだもん。めっちゃ美味しいよ。はい、始まるようです。
そしてちょっと寒いので早く寝たいと思います。お風呂は私早く入ると思います。はい、2個あるのね。そうだ、2個あるのね。はーい、じゃあね。今日ははい、もうホテルに帰ってきました。はい、こっからはメインチャンネル、今日はここでおしまいで、うん、この後の映像ねえねえみさぶちゃんにおすすめたいと思います。いいね、いい。それでは皆さんおやすみなさい。また明日。おはようございます。朝食です。今から三姉妹が来ると思うので撮っていきたいと思います。はい、ルイカさん、おはよう。おはようございます。よく寝れましたか？はい、おはようございます。おはようございます。よく寝れましたか？めちゃめちゃ寝た。行きます、朝食。イエーイ、超晴れてた。わーい、晴れてる。ほんまに晴れてた。来ました、朝食ルイカです。はい、初めて見た。なんだこれ、パンダ、うん、パパ安定の健康食。パパやば、食べたら準備してくださいよ。はい、はい、今ここ石垣島で一番綺麗と言われている海に来ました。米原ビーチ着きました。うおわー、めっちゃ綺麗なんだけど。見て、めっちゃ綺麗。やば、写真撮んなきゃね。私の中砂だらけ。じゃあ TikTok と写真撮りましょう。超綺麗、すごい。いいよ、はい、 TikTok。 写真撮りましょう。撮りましょう。私はミミのカメラマンなんでね。お願いします。触ってみます。めっちゃ透明だよ。めっちゃ綺麗。うわー、危ない。私は傘を描いてます。あなた一人だけのアイアイ傘ですか、これは。相手をまだ描かないでおく。あ、なるほどね。誰か来るからパッパって帰ってきなさい。じゃじゃーん。はい、おめでとう。よかったね。はい、ごめん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 。なんなのかと思ったらね、ごめんちょっと。もう、恋が実らないかもしれない。ごめん。わざとじゃないからしょうがない。わざとだったらやばいだろ。やばいよな。あのお姉ちゃんの恋を邪魔しよう。せーの。はい、取れました。はい、じゃあ次のとこ行きます。次、バイ。めっちゃ綺麗だね。はい、シーサー農園に来ました。至る所にシーサーがいっぱいいっぱいいます。入りましょう。はい、入りましょう。もうすごい。お、あれすごっ。お、ほんとだ。かわいい。でっかっ。ね、でっかい。やっぱ、いっぱいあるよ。すごいやん。やってたわ。確かに。撮りましょう。撮りましょう。いい。撮れた？何やるの？シーサー。シーサーっぽいのいた。シーサーっぽい。ぽいの？一番なんかぽいやん。犬っぽい感じ。あそこもなんか階段登ったところに。本当だ。木がすごい。なんかいっぱいいるな。あ。お金かと思ったら。お金だ。お金か。すげえ。お金ある。誰も小銭持って。ここに。持ってないかった。こっちにもいっぱいあるよ。誰も小銭持ってない。パパは持ってる？パパ持ってる。ちょっと待って。
ないです。ない残念。すいません。いや気持ちだけ、気持ちだけ。ではでは、まあ後ほどグリーンフラッシュカフェさんにネーネが見つけました。スイカはバナナミルク。バナナミルク、そうなの。あなたたちはブルーサイダー、うん、そのまま。何だろう、今飴なんですか。おかえりポテト。うまい。スイカがシフォンケーキ食べます。かわいいね。おいしそう。ふわふわ。いただきます。絶対ふわふわじゃん。おいしい。ゆいかのめっちゃおいしそうじゃん、ね、でこれで食べようか。これで食べよう。いいじゃん。じゃあ食べてください。食べます。石垣島、鍾乳洞っていうらしい。氷通り、氷通り行きましょう。行きましょう、はい、もうなんか洞窟みたいな、はい、夏でも涼しい、はい、ちょっとね、もう時間がね、ギリなんでさささっと行きます。行きます。はい、入場します。入場します。世界初の鍾乳洞イルミネーションをお楽しみいただけます。神秘的。すごい。すごい。これ見てほしい。色が。こうな。色が変わるの。そう。今青だね。可愛い。はい。ということで、失礼しました。秘密みたいなの知れて、やっぱイルミネーションみたいなところもあったね。ということでね、そう、これでちょっとね、今日は飛行機に乗って那覇に行きます。はい、もう空港に向かないといけないので、はい、おさらばしたいと思います。はい、後編もお楽しみ。はい、で空港向かいましょう。だからここから那覇に那覇空港行きます。夜の国際通りです。はい、また海ぶどうです。はい、似合う似合う。幸せ。いや、甘い思ってたより。